アテルのビジネス大学にようこそ。ね。今日はですね、今日は日本は、日本人は知らされていないバフェット指数が危険水域というのでね。えっ、ー、とね、これ私もね、知らなかったですね。バフェットさん有名でしたけどね。バフェット指数が危険水域ってね、どういう意味かなと思ってですね。今回調べてみました。私ね、大手長券にいましたけどね。 ここれ聞いいたことないですねえ私がいたのはもう何年前だえ ?20 年前くらいかな。だからかな。まだバフェットさん、バフェットさんまだこんなに有名じゃなかった。いや、有名でしたよね。まあいいや。でね、有名なあのバウォーレン・バフェットさんがね投資の判断に使ってるそうなんですけど、これバフェットシスっていうんですよねでね。 すごいマクロでしょ、これ。マクロで全体を調べるっていうところが非常に好きですね。ね、日本人の人あんまり、僕もだから、証券会社でも聞いたことなかったし、まあ、まあね、証券も、不動産もどこも、あの、なんて言うんだろう、自分で調べないと教え、親切に教えてくれるような人いませんからね。自分で勉強しなきゃダメなんですな。まあ、それやって、そうもそも。これね、バフェット指数ってね、株価の、 ね、株式の時価総額割る名目 g d p る1 0 0ってことでね。はい、これねだからまあ GDP とこれの比率だったんですけど一般的にはまあ100を超えると割高だっていうんでねこれねえっとあ これね、小さすぎちゃって、しょうがないんで、このネットに出てるやつをね、これですか。これ100。これね、超えると暴落するって言うんですけど。ね、これ暴落現象。これ、これね、2000年の,あの IT バブルですよね。で、落ちて。で、これが2008年ぐらいの。これがリーマンショックですよ。で、また戻って。で、もうずーっと横ばってんですよ。 これ、これ、これを超えたのかなこれを超えたのかなここでね。うん。だからもう割高なんですけど、ただ割高と言いながら、ねこ。この辺からでしょうもう何年ですかこれ。7年ぐらいずっと。で、ほら、結局、ここで落ちようとしたら、これトランプさんかなんかになって、トランプさんほら、大減税やって、ともかく、今もう下がりそうになると、 あの今度選挙までにってうんでね、だからトランプさんが変わったら大変ですよね。それからあと、トランプさん、選挙が終わったらちょっと手緩めちゃうかもしれませんね。だけどもう割高だっていうのははっきりしてますよね。で、それでね、日本はちょっとですね、これなんですよね。まあ、アメリカの影響を受けるんで、これがね、の例の,あの不動産大爆ブ私が大手証券にいて、不動産の知識でね、 湾岸ンン、ウォーターフロント相場で、あの、すごい儲けたとき、儲けたっていうか、私が銘柄を相当見つけてね、今の豊洲とか、ほら、アルミとか、あの辺全部、何にもなかったですからね。それでこれ、ボーンと下がってね、これ、1、2、これあれでしょずーっとこのとき、ほら、8000なんかもすごい下がったのこの時はね、これ、これがだからほら、 えっと、あ、そうだ、ここね。これがちょうど IT バブルでしょ。で、これがあの、だからリーマンショックですよ、これ。リーマンショックの前の、まああの、アメリカが良かったんで、これもアメリカがいいと日本は良くなんだけど、でもやっぱり100超えると、ころでドーンと落ちて、これはあの、リーマンショックでしょ。で、またもう100超えて、これは何だろう。あ、これちょうどあれだ。15年か、15年の、 最初にドーンと落ちましたよね。でそれでまた、あの、金融緩和でだーっと維持してるんですよ、これ。ここは危なかったんだけどね。もうーっとこれ。でもう割高でしょでもね、割高なんだけど、どうやった維持してるんですよ、これ。というようなことですね。で、まあだから、かなりね、割高だから、あ、そうだ、これね。うん アメリカの場合 IT バブルの時140.5でね。で、これ、去年の11月に超えてきたってわけですな。だから今回のこの新型ウイルス騒動によってね、えほら、人が行き来できなくなるってことは、ちょっとね、あの、かなり経済的にダメになる可能性あるから、そうするといよいよ終わるかな、というところですよね。 でね、バフェットさんどうもキャッシュにして暴落を待ってるっていうね、話ですね。うん。で、これね、100超えたものがね、暴落するとそこうちでは50%まで行くそうです。まあだから、50って言うと、これ50でしょここは50だから、ほら。これアメリカ50。それから日本でも50ってこの辺でしょほら。これ大体7000ぐらいでしょ日経金。 ってなことなんですよ。ね。だからまあ今いいけど、投資、投資判断の一つですからね。だからトランプさんの選挙が終わるとどうでしょうかっていうことですよね。それが高野県で目いっぱいの勝負はダメですって言うんでね。いずれにしてももう、だから、ここで買っていくってのはないですよね。いかに売るかっていうことだけなんで。ただ短期勝負でね。 まあ、ディーリングみたいにやってる人は大丈夫でしょう。その日で終わっちゃうわけだから。まあ、あの、短期勝負ですよね。だけど、証券業者さんは手数料欲しいんでね、いい話をします。ね、ここまで、この、この移動平均線まで来たら買いでしょうとかね。そんなことばっかり言ってますよ。それはだって手数料欲しいから。彼らは儲ける必要ないわけですから。ね。不動産も同じ手数料ですから。 でね、私は株が高なきゃあるってことは暴落すればね不動産も下がるでしょうから不動産もねこれはすぐに売れないんでまあ今ならもう売るなら今ですよね株が高いうちに、ね、で株も不動産もキャッシュにしてこの暴落を待つとこれが私のあのアドバイスっていうかねてなことで、えー、役に立ったでしょうかねビジネス大学 受講してくださいということです。